高校1年生15歳の虫キャナです。よろしくお願いします。友達はほとんど視線が多くて空気も良くていいなって感じもすぐ分かるし、ほうとう食べて馬刺しも食べて、ほうとうがやっぱ一番美味しかったです。山梨を応援するアイドルブドウ糖で活躍する美咲さん、ドラマのオファーを受けた時はとにかくめっちゃ嬉しかったです。多分言われた時にちょうどコロナになっててめっちゃズドンと落ちてたんですよ、気持ちも。めっちゃもうとりあえずテンション爆上げで、もう本当ドラマとか映画やってみたかったんですよ、ずっと。それなのに主演じゃないですか、主演ですかね、それがもうとにかく嬉しくて早くやりたいなってずっと思ってました。難しいけど、やっぱ最初不登校気味じゃないですか。不登校からどんどんママと一緒に話すようになったりとか、やっぱ人と関わってどんどん成長していく子なのかなって思ってて、いや偉いと思います。ちゃんと自立しようって考えたりママのためにいい子だなって思います。一人で頑張りたいの、自立したいの、ママを安心させたいの。クランクイン最初のカットはなんとラストシーンから。初めて1日そういう映画撮影をしたんですけど、なんだろうな、カメラを気にしないで演技するのが大切だし、あとはその何回も教えていただいたんですけど、同じ部分を何度も繰り返すっていうのをやったんですけど、いやなんか難しかったです何回か撮った後見させていただいてるんですけども、ちょっと顔が硬いなとか思いつつ頑張ってました。表情、今日は基本半分ぐらいは一人だったんですけど、次からは渡辺さんと一緒に、会社辞めてきた、ほとんどコラボじゃないですか。だから意気投合してちゃんと家族っていう演技をできるように、あとその空自身の心情だったり考え方だったり、次回気をつけたいなって思います。朝空のお弁当を作ったんですね、小道具で使う。なんか高校生のお弁当って どんなものを作ればいいのかなっていうところから始まって、いつも空役の花ちゃんの顔を思い浮かべながら作れて、なんかいい現場のいい入り方できたなって思いました。美咲花ちゃんはもう元が素直な子なんでしょうね。いやーもう純粋な空、花の表情で私の目をじっと見てて、もうそれだけでこっちも安心する感じでした。母の地下役の渡辺彩香さん、出身はドラマの舞台山梨県身延町。時はですね、あの300号線沿いの、はい、高3までいました。うち実家が商売してたんですよ、あの食堂で、ほんと町にほんと数少ないうちの一つで、みんな町の人が、役場の人が飲みに来たりとか、人が集まる場所だったんですよ。もういつもみんなに可愛がられて、それで声をかけてくれて育ってた環境でしたね。私身延高校だったんで、身延高校で演劇部とか、そういうわけ演劇部でした。なんで小学校高学年ぐらいの時に母がサウンドオブミュージックをテレビでやってて、それをビデオに撮ってくれて、今でもビデオを撮っといてあるんですけど、それを見た時に、あ、マリアになりたいって思ったのをきっかけに、高校、中学ですね、中学の学園祭でやっぱり演劇やったり、それで毎年毎年演劇やって、あー楽しい、演じることって、あー楽しい楽しいの延長線沿いに今あるって感じですね。私もやっぱ山梨出身で、下部町出身で、甲州弁で育ってきて、いつかやりたい山梨を舞台にって、作品に関わりたいっていう気持ちがやっぱりあったので、ね、お話をいただいた時は嘘って思ったし、ぜひもう即答でやらせていただきたいっていうこともお伝えしたし、現実になったって本当に思いましたね。もう空がいない方がいいんでしょ。
でも行くとこなんてないか。山梨で暮らすことになった2人ですが、東京の時は空が地下に心配される感じだったと思うんですけど、山梨来たらもう地下が大好きな山梨、しかも大好きな地元友達とかと遊んじゃって、もう空を置いてけぼりにするって感じで、まあ地下が結構なんだろう、激しい性格です。どんどん、まあ、地下も変わっていくけど、うん、空もどんどん、ね、人に話しかけられるようになったりとか変わっていくっていうのが、ね、芝居の中でもどんどん空なのか花ちゃんなのか分かんないぐらいなんか変わっていってて、ね、なんか私も委ねられちゃう。なんか自分が今まで東京じゃ私がしっかりしなきゃだったけど、どっちかというともうロナーっていう、なんか関係変わってきたよね。いや、役者のお仕事が結構ちょっとハマっちゃったというか、役者のその子になりきるっていうのが楽しくて、他の子もやってみたいなって、悪役とかでも何でも、もうなんか陰キャでも陽キャでも可愛い子でもかっこいい子でもなんか何でもやりたいなって思いましたね。そうだね、ビルが山に変わった感じだね。二人の息の合った演技をぜひご覧ください。でも今度は作るよ。